アルフレッド・デイ・ハーシーは、アメリカ合衆国の微生物学者で遺伝学者。1969年のノーベル生理学、医学賞を受賞したミシガン州の大母層で生まれ、ミシガン州立大学で1930年に科学の学士号を、1934年に博士号を取得した。博士号取得後、短期間セントルイス・ワシントン大学で微生物学の研究を行った。 彼は1940年にイタリア系アメリカ人のサルバドール・エドワード・ルリアとドイツ人のマックス・デルブリュックと共にバクテリオファージの実験を行い2つの異なった株のバクテリオファージが1つの細菌に感染すると2つのウイルスは遺伝情報を交換することを発見した彼は1950年に ニューヨークのコールドスプリングハーバー研究所に移り、ワシントンカーネギー協会の遺伝学分野の研究に加わった。そこで1952年に彼はマーサ・チェイスと共に非常に有名なハーシーとチェイスの実験を行った。この実験によって遺伝情報を保持する本体がタンパク質ではなく DNA であるとする新たな証拠が加わった。彼は1962年に ワシントン・カーネギー協会の責任者となり、1969年にはウイルスの複製と遺伝機構の解明により、ルリア、デルブリュックと共にノーベル生理学・医学賞を受賞した。ハーシーには妻ハリエットとの間に一人息子のピーターがいる。ハーシーの死後、ファージ研究者のフランクストールは次のように語っている。我々がしばしば呼ぶファージ協会にはデルブリュック、 ルリア、ハーシーの三人が三位一体で祀られている。権威的なデルブリュックは、法王、勤勉なルリアは司祭、そして、ハーシーは聖人である。ありがとうございます。